はい、お疲れ様です。山影です。本日は、こちらですね。はい、2024年4月5日金曜日21時20分です。こんばんは、山影です。花金ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、まあ、このパーカーがですね、まあ、ちょっとヒントになってるんですけども、このもみじマークに22というロゴですね。はい、ということで今日はですね、F1、日本グランプリ金曜フリー走行に行ってまいりましたので、その感想をちょっとお話ししようかなと思います。F1 を見に行くのは、2年前ですね、2022年の鈴鹿、奈々さんが国歌独唱した時以来 F1 を見に行くんですけども、今回は金曜日のみですね、金曜日券っていうのがあるので、金曜日のみ、現地行って、まあ、写真撮ったり、金曜日はね、グランドスタンド V1 とか V2 以外は全部自由席になるので、いろんなとこで、まあ、いろんなとこでって言ってもそんないっぱい見れないんですけど、今日はFP1 は、1コーナーの方ですね、1コーナーの方で見て、で FP2 は、試験員ですね、試験員最終コーナーの付近で、見ました。ちょっとね、 FP2 はちょっと雨が降ってね、ほとんど走行がなかったんですけど、 FP1 はね、普通に晴れてて、RB の2人はね、角田選手と岩佐選手、2人日本人が、走るっていうことで、まあ、写真もね、いっぱい撮ってきましたんで、それも、まあ、またね、動画の最後に、スライドショーで流すんですけど、いやー、めちゃめちゃ人多かったですね。金曜日なのにめっちゃ人多いっていう、なんか発表によると今日5万人来てたそうです。はい、ということで、まあでもすごい盛り上がりで、今まではね、秋10月9月後半10月ぐらいに、日本グランプリっていうのはあったんですけど、今年から、4月に、移動しました。初めて春の鈴鹿日本グランプリということで、ね、ちょうどね、桜も咲いてて、桜とこう F1 カーをね、こう写真に収めることもできましたし、本当に今日は職場の方々と一緒に行ってたんですけど、行きはね、名古屋から鈴鹿グランプリ号っていうのが臨時の特急、もう名古屋出たら最寄り鈴鹿サーキット伊能までノンストップの特急に乗って、で着いて、まあそこから駅からね歩いて、15分20分ぐらいですか、でサーキット着くんですけど、いやー、本当にね、まあ、鈴鹿は先月ね、スーパーフォーミュラの時に行ってたんですけど、まあ、その時にね、結構写真を撮る練習をして、まあ、今回いよいよ本番ということでね、まあ、自分が使ってるカメラ、キヤノンの R7 と、RF100-500 をね、ちょっとお借りしまして、撮ってきました。いや、本当にね、もう、今日だけで2400枚ぐらい、写真は撮って、本当に FP1 とかね、すぐ終わっちゃいましたね。写真撮ってるとね、あっという間なんですよ。1時間とかはね、もうあっという間で、でも結構自分的にはまあその練習した甲斐もあって、いい写真がね結構撮れたんじゃないかなと思いますし、まあね、明日明後日はね、競馬の方に行くので、F1 は今日だけなんですけど、まあ今日が唯一ね、その自由席っていうこともあって、いろんなところでカメラを使える日なんですよね。なんか基本的に F1 の鈴鹿のこうレギュレーションがあって、こうカメラを使える場所とか長さとかって確か決まってるはずなんですけど、ちょっと詳しい数字は僕はと忘れたんですけど、でそれ土日はやっぱカメラマン席とかじゃないと使えないんですよ、カメラがね、その大きいカメラとかですけど、金曜日はこう自由席なので、基本的にどこでも使っていいよって、確か鈴鹿グランプリの公式の方でも質問で上がってて、でこうみんないろんなところでね、いろんな構図で構えて撮ってるっていう形でした。ということでね、いや本当に楽しかったっすね。あっという間、まあ一日ね、結構まあさっきと写真撮りながらね移動して疲れましたけど、充実した一日だったなと思います。
で、明日は中山競馬場、明後日は桜花賞なので阪神競馬場ということで、今年初 G1 観戦ですね。結構 G1 の日はね、仕事だったりとか、違うとこにいたりしたので、まああの桜花賞ね、今年は桜花賞の名にふさわしい桜がね、満開の桜花賞になる。いつもね、大阪杯ぐらいの時に満開になって、桜花賞はちょっと桜が弱くなるんですけど、今年は桜花賞の週に満開ということでね、非常にその点も写真、いい写真が撮れればいいなと思ってますし、楽しみな一戦ですね。桜花賞結構ね、一番好きなレースって言っても過言じゃないぐらい好きなレースなんで、はい、ということで、まあね、感想としては本当にあのちょっとね、FP1 と FP2 なんでね、あんまりこう感想という感想はないんですけど、まあ写真をね、いっぱい撮ってきたんで、結構その写真をね、多めに今日はスライドショーで流していきたいと思います。はい、ということでね、今日は そうだ終わるとこでした。一応ね、今日あの買ってきたグッズをね、ちょっといろいろ紹介、そんないっぱいは買ってないんですけど、まずはまあこれはまあ公式のガイドブック、ガイドブックでいいのかな、パンフレット。これね、結構桜と鈴鹿がこうデザインした、これパンフレットですね。これが、まずこれと、これね。あとね、これクッションです、クッション。しかも、これあのね、今年バージョンで、こう、勇気角田ってなってるんですけど、ただあの、2024ね、ロゴが、逆か。すいません、こうだな。勇気角田22と、ここに、ジャパニーズグランプリックスってね、2024って入ってるんですね、これ。これ座布団。あとはね、これ、まあ、これ普通に冷蔵庫とかに貼る磁石と、これピンバッジですね、ピンバッジ。これは前回も買ったんですけど。と、あとね、今日配ってたんでいただいたんですけど、このステッカー、ホンダの、なんかブースのとこで配ってたらね、ステッカーいただけたんで、なんかかっこいいステッカーと、あとね、名古屋駅で今日の朝、なんか展示をやってたんです。そこでね、缶バッジをいただけたんですよ、なんか。感染券をね、見せればいただけるって書いてあった、この。東海道新幹線とこのホンダの缶バッジ、これめっちゃF1 ファンであり鉄道ファンである自分にとってはすごい嬉しいなっていう缶バッジいただきました。ということでね、グッズ紹介も終わりまして、すいません、忘れてました。あとはね、今日撮ってきた写真をね、スライドショーに流しますんで、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということでね、今日は F1 日本グランプリ金曜フリー走行に行ってきたということで、感想はこの辺で終わりたいと思います。山影でした。ほな、また。